問題ないですか？作戦計画概要をご説明します。降壇作戦、第5作戦海域、作戦要項です。本機動部隊機関随核、抜病するわ。続いて昇格ね、やるよ。艦首風上、攻撃隊発艦始め。昇格ね、やるよ。艦首風上、攻撃隊発艦始め。下がりませんよ。そこです。妖言いっぱい、行け。逃げても無駄よ。キヌさん、占波にお任せを。そこ、綾野殿ですね。守ります。お兄さん、こっちだ。天のなるほど、こっちだよ。陣形を保ちつつ、臨機応変に行くよ。さあ、始めるわ。本当にアウトレンジしてあげるんだから。攻撃隊全機発艦。直縁隊も攻撃隊の援護に回って。さあ行きなさい。下がりませんよ。そこで逃しません。これが新しい五光線の本当の力よ。この勝利は訓練の賜物だよね。ついていてくれるんだから、ま、昇格ね、やるよ。艦首風上、攻撃隊発艦始め。第二次攻撃隊稼働機全機発艦。ほら、もう一発。綾波が守ります。ほらほら、どっからでもかかっておいで。撃つよ、撃つからね。キヌさん、占波にお任せを。そこですね。陣形を保ちつつ、臨機応変に行くよ。さあ始めるわ。本当にアウトレンジしてあげるんだから。攻撃隊全機発艦。これが新しい五光線の本当の力よ。随格には幸運の女神がついていてくれるんだから。別にいい、そういうのは。そういうのは。あっ、ふざけた奴らだ。ここで沈めてやるわ。第二次攻撃隊稼働機全機発艦。
もできれば助けたいのです。妖言いっぱい、行け、くらめ。直撃、帝都君逃げても無駄よ。見ないでくれます。よく狙って、これが新しい五光線の本当の力よ。髄核には幸運の女神がついていてくれるんだから。裏波の戦果が、そんな…艦隊が無事帰投しました。はぁ、あ、よかった。提督さん、あんま無理しちゃダメだよ。